みんな来たね。では始めよう。ウェブラジオ。俺たちを好きなのはリスナーだけかよ。こんにちは、福見佐々香です。和崎大志です。はい、はい、よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。テレビアニメ俺を好きなのはお前だけの情報をお届けしていくラジオ番組でございますよ、はい、なんだろう、から元気だよね絶対俺今、うん、なんでだろう、なんかそんな別にそんな疲れてもないはずだし、そんなミサオと喋るの嫌ですか。いやそんなことないのよ。なんかここしばらくなんか、うん、燃え尽き何なんだろう、なんか頑張りすぎるとか、なんかこうやらなきゃいけないことあったんですか。別に何もないの、何もないの。だからね、俺自分でもね、うん、なんでこんな風になってるか分かんなくて、なんか落ち着きがないというか、ハマりが悪い感じしますよね。そうなんだよ。何だろう、何なんだろう、なんか間違っちゃったパーツカパッカパッカパになっちゃってる感じが。確かになんかハマりきってないですもんね。そうなので、なんか一個だけ、うん、そのひょっとしたらこれかなっていうの、あ、なんすか、なんすか、あれがあって、うん、最近ベリーズコーポブームが再燃してるのね。なんでもう活動休止しただいぶ前のグループですよ。そうなので、なんか曲を聴いたり、はい、なんか映像を見たりしてて、うん、そうするとなんかなんてどういうこともうそれはあの頃良かったな、いないんだな。いやでも多分そうなんじゃない、もういないんだな。いないよ、いないけどでも彼女たちは彼女たちらしくね、自分の人生を歩んでるから。そうなの、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 そうなの。不幸な感じじゃないじゃないですか。そう、不幸な感じじゃない。結婚してる人もいるし、うん、芸能活動続けてる子もいるし、続けてる子もいる。そう、そうなんだけど、活動休止って言ってるだけだから、解散とは言ってないんですよ他のグループと違ってまあそうだけど、いやいや、いつか金に困ったらやるだろやんねえか、やってくれ。 その急に15年ぐらい経って米米クラブみたいに急にやってくれないかな急にやるやつ、金は払う、価格はいくらでも金は払うそれなのか、いや分かんない、それなのかどうかすら分かってないんだけど、うん、なんか変で、なんで急にベリーズコーンを思い出して寂しくなってるんですか冬は寂しくなる、君があるだろうよ、そういうこと。常に不安定だから、別に今不安定ってのは分からない、ずっと揺れ続けてるから、それが私、そういう形のものみたいに見えるの。そうそうそう、それが私、ハマりきってることなんかないから逆にハマりきってたら心配、逆にかっこいいわ。もう常に不安定なのが私。そうか、お前こそロックンロールからそうロールし続けてるからいいんだ。ローリングローリング、それが一個の動かないロックになった瞬間に、もう違う、もうミサハシカではない、何かそれはもう抜け殻。そうか、逆にちょっとかっこいいよ。ミサハシカという概念はもう揺れ続けているべきだと思ってますからその中で今日どうしようかなっていう生き方。そうか、不安定という安定だ。そう、それがミサハシカだから、その不安定な人を見てどうするって言っても、いやそれ普通だよって思っちゃう。そうか、俺を見てもどうしたどうした、お前不安定であるということにまだ覚悟を決めきってないじゃないかっていう。慣れてないなって思って不安定な先輩に何でも聞いて。そうか不安定先輩だ不安定師匠だ、不安定、まだまだじゃな、まだまだじゃな、老子アリラジアワードでは、はい、最優秀男女ラジオ賞にオールラジがノミネートですって。え、私たち、あの、オレリス、あれですよ、ずっとあの確か大爆笑にしてって言ってたのに。そうだね、結果が最優秀男女ラジオ賞だと。大爆笑は何がノミネートされてんだっていうのな。あ、むしろ結果してやるぞ、びっくりとは笑わず聞いてやるよ。それはちょっときついお互いに相乗効果でいきましょうよそうだね、大爆笑どっちが産んだみたいな方にしましょうよ。そうだ、ね、あのあれですよ、確か、男女ラジオショーは5番組のうち3番組僕なんですよ、うん、おすごい、 5ノミネートのうち3ノミネート僕。え、すごい、俺リス、俺ラジと俺好きなものラジオね、そうと、だけではなく、はい、スタイルモードと、はい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 、グレッパ P かな。おー、こう3つ。あ、一応 P だから新番組ってこと。そう、グレッパ P は新番組ってこと。そう3つ。え、すごい、すごい、なんか女の子を可愛く見せようっていう精神がすごいじゃないですか、まあ、ただこの番組において君可愛く見えてるかどうか、うん、俺本当に分かんないんだよね、全く見えてないいや分かんない分かんない、これ27歳のミサを撮ってらっしゃる感じたらのそうですよ、昔8年前は闇可愛いって言ってましたけども、そう、もうね、今はどうなのかが、どういう風に見られてるのか、もう闇どっしり、これ闇なのか、闇なのか、その昔は闇にしてたところに光を当てて、うん、苔びっしりのところを、苔かなただの見せているのか、そうかもそう、なんて言ったらいいんですかね、光苔だ、光苔、光ってるならいいです光ってるならいい。でも3月9日の発表にご期待ください。はい、こんな感じでお送りしていく30分、最後までよろしくお付き合いください。この番組はオレスキ制作委員会がお送りします。ウェブラジオ、俺たちを好きなのはリスナーだけかよ。
作美笹ちかです。味崎たけしです。はい、あ、1ヶ月ぶりだね。もう1ヶ月に1回になっちゃうと何話して何話してないか全く分かんない。そうだ久々。何があった？何もない。なんかあるよ。日々を積み重ねているだけ。まあでもさ、なんかある細かいことはさ、うん、それぞれ各々のラジオで喋っちゃうからさ。確かにここで喋るようなことほんとないんだよね。ここでみんなに聞いてっていうことはあんまないかも。そうなんだよね、ないんです。でもあのやっぱこのラジオだから言うことはやっぱ一番大事なのこれじゃないですか、うん、もうそこ行くの？はいえはい、このブルーレイの話。そうだっていいけどさ、近況として一番大事なのこれだし、まあ、そうだけどこれお前このページ10分あんだぜ。でもまあ普通歌とイチャラブで仲良く喋ってたら大体伸びるからちょうどよくなるんじゃないかなってラジオ教者は思ったんですけど。いいけどさ、俺だそう分かるけどさ、みんな近況聞きたい、まあ、近況って何？前回は俺がその花粉症なんじゃないか。あのあと結局検査したら何かのアレルギーであることは確か。でもそれが何なのかは分からない。血液検査したのに分かんないんですか？あ、血液じゃない、鼻水取っただけなの。あ、じゃあそうかもしれないですね。鼻水取っただけで、そう血液検査したらあの数値で全部出ますから。そうだからもうちょっとそのうちしようかなと思ってるんですけど、この間ほどの鼻ズルズルではもうなくなった。確かに。なぜなら薬飲んでるんですか？朝あれなんとかみたいなやつ。はいはいはい、アレルギー薬的なの飲んでれば。そうあ、飲んでた。一応市販薬でなんとかなる、なんとかなるレベルでした。まだ、まあ、春になったら分かんないけどね。確かにいろんなものがね、黄砂とか花粉とかもすごい。だって作家、この作家さんがもうさ、グズグズですもん、鼻もう本当にびっちょびちょ、顔がびちょびちょだもんね。え、今私杉なんですけど、杉の後に5月ぐらいにヒノキも来るんですよ、うん、ああそうなんだ。どっちも担当されてる方はグズグズになっちゃう。単押しじゃない方はね。単押しじゃない。DD のやつはもうぐじゅぐじゅ。花粉 DD だから。花粉 DD だ。押してねえつのな。あのさっき花粉 DD だから。押してねえつのな。押したことは一回もね。花粉に押されちゃってる？杉のレースになったことは一回もないか。本当？杉とこう握手なんていうの？じゃ言ってないの？杉のところに並ぶときは杉の T シャツ着てね。杉T 着て。杉T 着て。ヒノキの時は。一押しです。でもバレてんだよね。なぜなでもね、パーティションから。あ、そうパーティションあるタイプのやつね。なかったらどうせ何々ちゃん好きなんでしょって言われる。ヒノキに言われる。パーティションあるってことは、うん、そこそこ売れてるよ。売れてる。そうかも。そのグループ売れてますね。だって患者何十万人いると思ってるんですか。そりゃ売れてるっしょ。売れてなかったらもうあんな地下じゃないもん。一大イベントだもんな。一大イベントだもん。白樺とかまだ地下かもしんない。白樺とかは北海道にしか生えてないから多分。そうかそうか。寒いとこに生えてるやつだから、あんま東京の人はなってないかな、うん、意外と人口が多いのになんかあんま売れてる感ないハウスダストね。ハウスダストね、どこにでもあるのにね。でも意外と在宅を確かになる。そっか、案外来ないで、現場来ないんだ。現場で押されるとな、やっぱり。ほら、ほら、何の意味もないこれ。あ、本当だ。近況報告でも何でもない。近況じゃない。いいの、近況。軽く近況トークなどありつつ。そうだ、いい。などでいいか。ブルーレイの話に行きましょう、じゃあ。一番ね、みんな、このラジオ聞いてる人は私たちの何でもないトークも好きかもしれないけど、はいはいはい、やっぱあの、俺好きの情報がここが一番最新の可能性がなくてしまう。我々はちゃんと作品ラジオをしたいのだ。そうですよ。一応作品のラジオだったんですよ、これ。なんで、昨日2月26日にブルーレイ&DVD 第3巻が発売になりました、はい、よいしょーす。皆さんも買ってると思うんですけれども、はい、こちら私たちの目の前にもサンプルがありますので開封していきたいと思います。はい、開封していきますよ。まずね、表紙はね、あの、うん、アスナロちゃんです。三上のやつだよね。そうです、はい、なんか大体こういうのって順番に来るじゃないですか。本当だね、一番1巻パンジーで2巻ひまわりで、お、私かと思ったら、アスナロってなって。本当だ。ちょっと今、アスナロってなってますよ。なんで？まあ、アスナロのね、いい回が 5話6話がアスナロのこう一番こう出番がある回で、そういう言っちゃうと三沢さんのいい回って全部に出てくから。だからまあオールマイティと言ったらオールマイティ。オールマイティカードいつ出してもいいわけじゃないよね。アスナロはここでしか表紙になれないのでは。いやいや。そういうことでしょ。まあ、分かんないけど、そう言いたい、そういう風に言っていたい。分かんないけどさ、まずね、もう表紙がまず可愛い、裏も可愛い、はい、表紙はブリキさん絵で裏表紙って言うんですか、があのアニメでね、コスモスと本当だ、ひまわりの、本当だ、ひまわりじゃないコスモスとアスナロちゃんの絵になっておりまして、はい、なんか原作イラストブリキさんと、あとアニメ半径の書き下ろしのダブルジャケットってこれ言うんですね、うんうんうん、ね、裏表ってなってるけどダブルジャケット、中には特製ブックレット12ページのものも入っておりますよ。こっちがブックレットで、こっちが書き下ろし小説。そうです、多分そうです、はいはいはい、小説の方がブリキさんの絵ですね、はい、アニメ絵の方が特製ブックレットで、その、うん、和数のなんだろうな、はい、キーアイテムとか、うん、
どういう話だったかとかをね書いてくれてたりとか、あとキャラクターの設定表みたいなものが書いてあるんですよね。嬉しいな。あれだね、カブテンの時のさ、ドレス、ドレス、私もあのアフレコ中は知らなかったので、ね、どんな服着てるかを、なんか綺麗な服着てますとは言われたんですけど、実際アニメで見ても止まっずっと動いてるから、こうやって止まってそう、ね、横後ろ前全部見られるの最高です ね、 そうだね。このドレスデータといいますか、それがみんな見れるの、ちょっといいね。いいです。そして、キャストインタビューはコスモス役のミサタチカでした。あ、本当だ。あれ、そうなんだ。おやおやおや、あのすごいいい話してるのでぜひ読んでほしい。あ、そうですか、でもキャラクターソングはアスナロ、シャルウィーダンスが入っております。入っております。アスナロあれだね、その、横にさ、この俺が開いてるページね、キャラクター の、 あの設定画集みたいなのありますね。全身図と顔の表情の変化。アスナロ足が細すぎないのがいいね。そうですね、結構健康的な足をしているし、隣のその、ドレッシーな服を着ているからかもしれないけど、ひまわりが足が細く見える、に比べるとアスナロは少しだけ健康的ながっしりした太ももでいいね、なんかこう本当にいそうっていうか、いないけどこんな可愛い子は、クラスメイトに。でもいたらマジでいいですよね。こうヒロインのひまわりこそもスパンジーほど派手じゃないけど、そうだね、しっかり可愛くて、もう津軽弁出ちゃうっていう、あのそういうなんか人気投票みたいにやってるかとか知んないけど、マジ誰が一番人気なんだろうね。え、パンジーでしょ。やっぱパンジーなんですか。やっぱりね、男の人はね、あの一途に愛してくれる女の子が好きなのよだってひまわりもコスモスも最初サンちゃん好きだったから。そうなんだよね。だから多分すごい最初に、マイナスがついてる。今はジョーロと仲良しだよいや、このドレスのコスモスさんでもとてもいいですよ。これとてもいいですよっていうか、もう単純にエロい、すごい胸が大きい、ね、もう隠してないですね、コスモスもパンジーも。そうですね、いよいよそうなりましたね。ね、カブテンはやっぱり華やかでいい、ね、そして三沢さんのキャストインタビューみんな見てほしい。はい、ぜひぜひでございますよ。あのキャラクターソングが入っているこの CD の方にはですね、あのオリジナルサウンドトラック CD のあのやつも入ってるので、サウンドトラックが聞きたい方もぜひこの DVD をブルーレイを買っていただくと、お買い上げいただければと思いますよ。はい、そして、5話と6話が収録されているんですけれども、オーディオコメンタリーとして6話に三沢さんと三上さんが、オーディオコメンタリーしてる話数も、話数とかオーディオコメンタリーも入ってます。なるほど、え、三上と。そうです、三沢さんです。何喋んの。え、ちょうどね、このコスモスとアスナロが輝く回が5話6話なんですよ。なるほどなるほど。悪いことを企んでやがった新聞部員を会長が懲らしめる回。あ、なるほど。だから多分2人呼ばれたんですよ。そうだね。じゃあ本当花形の回じゃないか。どうだったんですかみたいな。ジャケットにはなってないけども。なってないけれども、でもキャストインタビューにはなっている。このなんかやるなら全部アスナロにせえという気持ちなんか三沢さんにしちゃったみたいな。何よその感じ。はい、三上さんとその改めてあのお話しして。そうだね、三上と二人で話してるの、あんまないよね。すごい楽しく和気あいあいとした時間。そしてあの三上さんはその収録時に使ってた台本まで持ってきてくれて。さすがだね。さすがもう大米慣れしてらっしゃるから、あ、そういうの大事なんだって思いましたもん。そうか、なるほど、大米慣れっていうのがあんだね、やっぱね、いっぱいやってらっしゃるんだろうなっていう。さすがだね。で、あのその話数になって喋りたいところに折り目がつけてあって、その時にあいつ真面目だな、実は私こういう、あのこう名前のところにこうディレクションがこう入ったのでって、ディレクションがこう書いてあるんですよね。こうなんかもっと、あの華やかにするとか、そういうなんか言われたことをちゃんと書き留めてあって、これは自分のメモ、こっちは監督が言ったこととか教えてくれたりもして。えらいな。それって聞きたいことじゃないですか、一番ファンが。いや、わかるわかる、すげーと思いました。わかる。でもさ、俺なんていうの、例えばさ、ラジオの台本とか、イベントの台本をね、その半年とか前にやったやつを持ってこられてね、これで喋れって言われても、何にも覚えてない、で私もその時演じた気持ちとか覚えてるかなと思って、その絵を見ながら喋ってれば楽しく、しかもね、百戦錬磨三上さんですし、いけるかなと思ったら、私台本持ってきたって言われて、さすが先輩ってなって、さすがだわ。ちょっと私もうね、先輩を尊敬して、やっぱりオーディオコメンタリーにはその台本を絶対持ってくるというのをね、決めました心に。みんな台本ってずっと家に置いてんの。これ普通の質問だけど。あ、人によるんですけど、私は結構たまったら実家に送るんですよ、もう。東京の場所が、東京にずっと置きっぱの人もいます、もちろん大事だからと。そう、でもさ、めちゃめちゃ売れててさ、もうめちゃめちゃ、その
沢城みゆきなんてそれで都庁ができちゃうよ、うん、だってできちゃうな。台本を積み重ねるだけで都庁ができちゃう、都庁ができちゃうよ、うん、だって確かに。どうしてんだろうねみんなね。そうですね。あでもそれこそ本当にさ、うんうん、データとかにする人もいんのかな。いるかもしれないですけど、やっぱその時書き込んでっていうのとか、あとその台本がぐちゃぐちゃになってる具合とかも思い出なんですよね、うん、役者としては結構。今さでもさもう多分さもう何年も経つと、うんうん、そろそろデータになると思うんだよねみんな。そうかもしれないですね。そのデータでその上にそのペンで、うんうんうん、そのデジタルのペンで書き込んでみたいにどんどんなっていくんじゃないかしら、はいはい、音響監督さんとか、はい、あとはすげー重鎮はもうそれになってる。あ本当に、うん、だってページめくるだけでもノイズがさ、まあ、そのプロがまあそんなノイズが出るようなめくり方しないと思うけど、そうですね、うん、と全部含めてさ、うん、そっちの方が便利だって人は言う、うん、でも数年前までまだ VHS だったんだもんね。そうですそうです。そう声優さんってまだチェック V って VHS がずっとだったんだよね。どっちにしますかってまず最初に聞かれるんですよね、音響会社さんに。おー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 。でうちはDVD なんでとか、とかうん、そしたらその後の作品も全部 DVD してもらったりするんですよ、ね、表も全部管理してて、うんうんうん、いや今やもうデッキが売ってないですからね。そうよね。そう生産してないから、もうさすがに。あじゃあ大御所さんも、うん、もう今や、うん、さすがに DVD になってんだですね。あとはすごい古い作品は、うん、通し見って言って、うん、行って16時15分16時に行って、はいはいはい、1回流します、はい本番やりますみたいなね。なんかあるってそんなの未だにあんの。未だに全然やります。そんなのもう大昔の文化じゃないの。全然やります。すごいね。逆にそっちの方が家でいろいろやってこなくて楽っていう先輩もいらっしゃる。あ面白い。でもまあ私たちのこの俺好きとかは普通にDVD いただいて、うん、何日か前かにいただいて台本見ながら練習してって感じでした。あの夜な夜なでゲストが来ても一個も打ち合わせしないのと同じかな、うん、あーうーんそううーんそこで出るものがいいっていうのもありますよね。そんなフルレアの DVD3 巻のご紹介でした、はい。続く4巻は3月の25日発売です。ご予約よろしくお願いいたします。ウェブラジオ俺たちを好きなのはリスナーだけかよ。よしメール読むぞ。はい、りょうたさんからいただきました。ありがとうございます。アニメからハマった俺を好きなのはお前だっかよ、最近電子書籍で購入して読み始めました。今5巻読み終えたところなんですが涙目です。この感動をどこかに送りつけたくてツイッターで140文字以内にまとめてみた後でさらに長文を送りつけさせていただいております。お、はい、恋愛もので私の人生に不足したキュンキュン成分を確保してたら、感動の涙で水分が持ってかれました。こんな青春を、こんな恋愛を送ってみたかった、こんな人生を送ってみたかったと思わずにいられないなと。23年のまだ23じゃんお前。俺46だぜ。もう鷲崎さん後悔するのは分かるけど、うん、23で後悔されたらどうすればいいの。そうだよ。そうだよ。お前なんかしれっと、うん、お前しれっと外れたの。いや外れちょっと、でも27微妙って思ってそうでもないって思って。でもすごいな、うんね、なんとなくこの辺りが OVA に的な予感もしつつ読んでたのですでに期待が胸の中で膨らみまくってますだって。うん、はい、あいやここのこれラクダさんに送ってあげな多分。あ本当だよ。ラクダさんに送ったらラクダさん泣きながら喜ぶよ本当に。そういうのを望んで生きてるんだから多分。そうだよ。こんだけキュンキュンした恋愛をね、うん、その小説の中で、うん、作品の中で書いてるってことはだよ、うん、ラクダさんがそれを一番望んでいたから、うん、そういう風に分かってもらえてよかったって絶対こうラジオいつもはねラクダさんいつも立ち会ってくださるんですけど、うん、今回に限り今日久々にラクダさんいないね。うん、うん、キャメルレスだね。その結果この一番いいメールラクダさんに届いてない可能性ある。そうだよね。どうしちゃったんでしょうね。あと、うん、後日この配信を聞いていただければと思いますけれども、うん、ラクダさんそうねこんな風に感動してくれてる方がいて、ね、探した結果ここに送るっていうね。ありますかその、うん、キュンキュンこんな恋愛がしたいしたかったみたいな、憧れシチュエーションってありました。もう枯れた。なんか面倒い恋愛とかって思う。仕事したいじゃないですか。仕事の邪魔じゃないですか。そのなんか誰かのこと考えて会えたらいいなとか言ってるよりかもうちょっと練習した方がいいじゃんとか思うから。俺もね11年ぐらいずっとそう思ってたのでしょ。うん、でも今年ちょっと欲しい。11年ぐらい何も思ってなかったのになんか知んないけど今年そう12年彼女いなくなって12年なんですけども、おー12年目にして思いますね、うん、なんかまあ私もさすがに中高生の時は乙女芸とかをしてこんな恋愛したいって思ってましたけど、なんか高校卒業し仕事そのまま高校3年生ぐらいかなしたんですけど、したらもうそんな場合ではないというか未熟すぎるに私が自分の人生を何よりも芝居をやらなきゃいけないっていうのがもう多すぎて、
自分の感情というかそんな、そうか、二の次じゃないですか恋愛って。俺も芝居やったら二の次になるかな、なんだそりゃ。まあ新しいことやったらなるかも。だからなんで二の次にしなきゃいけないの。いや、そっか、一にしてもいいのか。恋をするという可能性もあるんだぞ。俺一にするのめんどくないですかやっぱり。わかんない、だからやってしてみて、うんうん、うわめんどくせえなってなったらいいか。そうだ、12なんてさやっぱ忘れちゃうんだよね。何もかも忘れそう。そうなんだよ、だってもう携帯のあり方も変わってるわけだから。いやそうだよ、連絡の取り方も昔の彼女ときっと変わってるわけですよ。そうなんだよね、当たり前が。そうだから12年ぶりにその食ってみて、あやっぱり辛いじゃんとか、うん、そういうのを思い出さないと面倒くさいも分かんないの、うん、あそっか、今はもうこの何ですか、あの こういうの送ってみたかったなっていう、うん、この子の気持ち分かりますか、じゃありょうたさんの。まあその、その俺好きみたいな恋愛がしてみたかったかって言われるとちょっと微妙だけど。確かに、だいたい面倒ごとに情力が巻き込まれてますから。あと俺は男子校だったからリアリティがまずないんだよね。あーそういうことか。そう、男子校だったからさ、うん、うわ俺ももしあんな風に頑張ってたら、うんうん、こんな風になれたかもしれないのにが最初からないわけだよ。ギリギリもないんですもんね。そうだから、それに関して言うと、だからそう、もうちょっと中学時代に勉強頑張ってたらみたいなところに、共学に行けばよかったなっていうところから、そう来るわけ、後悔が始まっちゃう。でも男子校しか経験してないから共学なんて今思っても怖い。確かに、なんか共学行くってなんかおっかない。行ってたけど、うん、今考えるとよく行ってたなと思いますもん。男子校はね、うんうん、その俺はずっと机と床だけを見てる3年間だったけど、もし共学に行った日にはだよ、うん、男子校ではね、あの机と床だけ見てたらみんなが無視して通り過ぎていったけど、もし共学に行ってたら机と床だけを見てる俺を知らないイケイケの女子に金もって言われる可能性があるわけでしょ。そうの、いい班乗るわけじゃん、そのリャー班になるわけで。わかんないけど麻雀かな、麻雀だけど怖い、それが怖い、それ怖い、確かに。うん、それを思うと男子校でよかったなと思う。運動部の男子も女子にいいとこ見せたいから、うん、あいつまたなんか机見てんぜ、机見てんな、うん、って俺ワイルドだろってアピールに、そうそう、うん、アピールのために踏み台、そう、わざと俺をそのいじることかまってやってんだよ、俺優しいだろみたいな。本当に腹立ってきた。あと、うわ、うん、ドッジボールのやつパスしてやるか、うん、お前当てろよってやつ、うわ、架空のそいつに仕返しがしたい。そいつらはねきっとねちょっと今いい暮らししてんじゃないかな。架空のそいつら、架空のそいつらがタレントである今の俺よりもいい暮らししてるんだ、多分ね。腹立つ。軽自動車で4人家族で、うわ幸せパパじゃん。もう土日になったら公園行って、うわイオンモール行って、腹立つ。満たされてはいるんだよ。昔の写真とか見てね、その、うん、後輩に昔の写真とか見せて、え結構なんかちょっとやんちゃでしたね、やんちゃだったんじゃないですか、いやいやそんなでもないよ、かっこだけだよなんつって傷つけた人間なんて一人もいないことになってるでしょ、ね、腹立つ。架空だってだから、嫁さんがフフフって言ってお茶運んでくるんですよ。うわ、その架空嫁が、架空嫁が、架空嫁がまた可愛いんだろ。いい架空嫁でやる、多分そこそこの顔だけど、あのいい体つきして、いい体つきしてのお前のそのボインちゃんの表現が多分そうなんだろうなって顔はそこそこだけど気立てがいいやつ、ニコニコしてて、うわお前なんかブレ慣れてるから大丈夫だけど俺さちょっとブレ慣れてないから、俺これが、ま、病状報告みたいになってる。確かに俺これ聞いてらっしゃるなんか医師免許を持ってらっしゃる方が俺を心配するかもしれないよ。心配するかな。あと鷲崎さんのファンが一番心配してた。今までと違うぞ。お10年応援してきた鷲崎はどこに行ったって今。えどうしよう、俺もどうしようたまにあった、たまにあった、たまにあったと思う、たまにあったんだと思う。でも慣れてる、医者ファンも慣れきってる。そうだな、鷲崎、うん、さんファンは大丈夫。お前ファンの医者はサジを投げてる。サジを投げてる。三沢さんには主治医がいるから大丈夫だから。俺は俺が、何そのコール。主治医がいるから大丈夫。大笑う。普通のご紹介でした。バイバイ。ウェブラジオ、俺たちを好きなのはリスナーだけかよ。リスナーのあなたが考えた乙女の振り向かせ方を紹介していくコーナーです。その技が使えるのか使えないのかを、乙女を代表してミサさんが判定していきます。もう疲れちゃった。もうねこれね撮ってない時もめちゃめちゃに喋るからね。そうなんだよね、もう電池切りますか。さっきのコーナーから今までの間にしばらくやってんだよ。めっちゃ面白い喋っちゃったから。はいはい、はい、そっちは、
M ゴリラさんこっちも M ゴリラゴリラ何でも送ってくんな。なんだよゴリラ、うん、100色くらいある色鉛筆を常に所持していれば女子から一目置かれると思います。こっちは算数の授業で先生が使うでっかいコンパスの扱いを鍛え自由自在に円が描けるようになる。同じようなこと言ってんな、うん、そうですね。お前小学生止まってんじゃねえよ。お前ちょっといい文房具に憧れると思ってんだろ女子が。まあ男子はそう、男子はねちょっといい文房具って憧れる。あとバトエンばっかやってるから、バトエンガラ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 って 俺の頃はねバトエンがまだなくて、うん、でもあのみんなバトエンっぽいものを自分で作ってたの。嘘、どうやって削るんですか。いや本当にそう削って、うん、一番最初はみんな削ってアウト、セーフ、何類みたいの書いて野球ごっこするから始まって、そうなんかこうやつですよね。そうそう、キックとかなんかいろいろ書き出して、であんなものはあの小学校の時にそうやって鉛筆に勝手に書き込む遊びだったのが、うんうん、企業が入って本当にこんなものが商品になるんだって驚きだったの。そうだったんですか。そうそこから得たんですかね。そのいやなんかそうじゃない、なんか学校小学校を覗いてみたらこういうのが流行ってみたいだぞ、うんうん、じゃあこれをちゃんと商品化してみようっていう頭いい子がいたんだと思う。いいこと言う人が爆裂売れまくってましたよ。そうしかもすごい長年何年もでしょ。いまだに多分ずっとやってる子はやってますね。学校に持ってくれるおもちゃなんて、ね、みんな学校にさスマホはさすがにダメなの小学校は。いや学校によると思いますけど、うん、あのもしかしたら預かるかも朝先生が預かるとか。あーなるほどね。でも登下校はスマホないと、うん、怖いから。そうだよね、そうだよね。だからもう学校では使えないと思います。ほんの10年前まで子供にそんなもんその携帯とか持たせるなんてみたいな。ありましたね。そうだったけどね、今持たせない方が問題じゃないかみたいに。そうなっちゃってるもんね。せめてキッズ携帯、うん、本当に親に発信する能力しかないやつでいいから。キッズ携帯っていうのがあるんだもんな、すげえな。そういうの使ったりとかするけど、うん、でもたまごっちも内緒に持ってきてましたよねみんな。ああいい話ですね。たまごっち 2回目のブームのたまごっちでしょ三沢さんの。多分そうです。だって1回目96年だもん。私3歳私は知らないですね。そうあの96年にたまごっちと失楽園が大ブームだから、うん、失楽園すごいなんかほのぼのしてたのにさっきまで俺が東京来た年なの、に、失楽園とたまごっち大ブーム。まだ白黒のやつですよね多分。そうで白いたまごっちっていうのが、まあ、手に入んないからってもう何万円とかで転売こうやり取りされてて、森で発見たまごっち、あと天使っちね。あー懐かしい聞いたことある。そうだから再ブームの時はどういうのが入ったのか知らないんだ俺。私結構再ブームの時はあのやってる子もいたけど、うん、あのポケットピカチュウってピカチュウを育てる。はい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 、もう多よく万歩計でずっと出てくって返します。どうだいゴリラから遠く離れちゃったよ。本当だ、ピカチュウになっちゃった。はい、じゃあ次のカード引きま す,、はい、引きます。どうやったら一ラブできるかな。はい、フォルセティさん、はい、いただきました。はい、違いの分かる男だと思わせるために年末年始によくやっている芸能人が A か B かを選ぶ番組で全問正解したアピールをする。はあ、これはなんかモテる人ってみんな見てる気がする。本当に陽キャみんな見てるでしょ。モテる人みんな見てんの。陽キャみんな見てるでしょ。びっくりするぐらい、うん、とある作品のとあるイベントね、声優さんにこれやらしたの、うん、格付けみたいなやつ、うん、びっくりするぐらい浪川くんが全部当てていく面白っていうのがあって、すごっ。違う、昼よりやって、うん、一部では浪川くんが全部当て、夜の部では浪川くんが全部外すっていう、すごいミラクル。奇跡やっぱ浪川くんすげえなと思うんだよね、うん、ミラクルでできてますもんね。本当だよね、全部ミラクルでできてんの、すごい。たまたま芝居もうまいんだぜあれ。よかった、たまたまかっこよくてたまたまいい声でね。たまたま芝居もうまいの、ミラクルがたまたま芝居できちゃっただけですから、ね、そうだよ。俺とあるイベントでもう主役なのあの人が、うん、で俺が司会でね、はいはい、もう前日までさその、ね、そのもらったデータ DVD を見てさ、うん、うちとか見ながらこの役が高校でみたいに調べてるのに、はいはい、ね、主役の浪川君がその日来て、あれ俺の役って生きてんだっけ死んでんだっけって。主役意外にしろよ浪川君。でもなんかもう愛嬌で許されるとこありますから、人ったらしなんだよな。みんな好きですもんね、本当大好き。 そして、ね、素晴らしいあの笑いを絶対届けてくれる自信があるから。文字情報でだけ見たら俺ちょっと苦手なのにさ会って喋ると大好きなんだもん浪川君って。すごい、大体みんなあいつはっていうことをスタッフさんは言うけど、そう関係ない飲み会でも名前は出るんですよ。あいつに迷惑昔かけられてさとか言うんですよ。でも大体好きすぎて言う、喋るの。そうだよね。そんな好きっていう。珍しくね、坂本真綾さんがそのイベント、うん、作品のイベントに出た時があってね、うん、そういう時司会で珍しいんだよ、うん、で、まあ、何かくんも出てて、で頭にねオープニングというか、まあ、始まってすぐに作品のあのシーンを1分間だけ、なんか30秒とか1分間だけちょっとやる、はいはい、ちょっとやるみたいな、こう
があったの。いろんなキャストさんが出てきてっていうのがあって、はいはいはい、長尺でやるんじゃなくて、ちょちょってやっては引っ込んで、ちょっとやっては引っ込んでなんだけど、はいはいはい、あのマーヤちゃんがこう引っ込んできて、私イベントとかあんまりその出ないからあれだけど、波川くんの役はかっこいい役なのに、なんで波川くんが出ていったらみんなが笑うの？すごい。芝居の前後くらいは静かにしてくれ。さすがにやりづらいよ。うん、あ、しまった。でも慣れてるかも。そうだね。ごめん。ソース焼きそばさん。はい。イチャラブ青春計画。スタバで気を取らずに注文できる。これはでかいな。これはでかいな。俺無理だもん。いや、どの店でも気を取らなくて注文できる人は、あ、すごいって思い思われますよね。ついこの間ね、渋谷でちょっと若い子と一緒だったの。ちょっと若い女の子と一緒だったの。で、仕事の前後とかですか？そう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 。で、あれを。何それ、ないですよ、 手が丸くなってるけど何ですかそれ、何あれを、なんかもうみんな若い子が飲むあれを頼んだよ。どれフラペチーノ、フラペチーノ的なやつの頼んだけども、はい、もう何を言ってるのか分かんないもんね、だいたい俺別に何も飲みたくねえし。ひどい。左右でいいし、左右でいいし、ひどい本当は左右でいいのに。若い女の子に気使ってなんか飲ませてやってくださいよ。おごってあげて、高いんだから。おごってあげる、おごって、全然おごってあげる。だからいくらでも高いのために俺がおごってあげるけど、でも俺はもうなんかそのカタカナのホニャララホニャララホニャララララはホニャララララが分かんないから、ホニャララは左右でいい。左右なんかないか、スタバに。ドリップコーヒーでいいじゃないですか。それサイズも分かんない。何、あ、普通なんか SML じゃないですもんね。そう、ショート、トール、グランデ、ベンティですもんね。そうそう、左右のトールでいいんだよ俺は。左右のトール。早く先に現場ついて、あの、ね、その辺にあるお湯もらった方がいいですよ。絶対そっちの方がいい。その辺にあるお湯な、大体スタジオにお湯沸いてる。いや本当に俺その辺だ、スタジオであるやつは俺大体もうめんどくさくてお湯飲んでるもん。へえ。お茶とかのティーパックとかあってもめんどくさいからもう左右飲んでるよ俺。いろんなスタジオで。めんどくさいから、あ、好きだからじゃなくて。別に好きじゃない、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。じゃあ目の前に何かしらあのペットボトルをこう用意してくださる方いるじゃないですか、うん、番組とかによって、うん、いろいろなっちゃんと、うん、お茶と水と 100% の何かアップルジュースと、うん、どれしますみたいな言われたらどうするんですか、うん、まあ、ここにこっからはそれなんか選ぶよ、うん、だってこっから採用組に行こうがめんどくせえもん。確かに。目の前にあれば何でもいい。目の前にあれば何でもいいですよ。もうさ、どっちが勝ちとかもなくなったね。どうしよう、うん、ただ読んで違う話にしちゃう。そう、ただ遠くに行ってるだけだもんな。だってみんな使えないんだよ。もういいの、まあ、あと一個くらい、まあ、もういいの、もういいんだって、はい、以上イチャラブ青春計画でした。ウェブラジオ、俺たちを好きなのはリスナーだけかよ。大事ですよ。ここで西木塚高等学校生徒会からのお知らせです。ちゃんとやります。お願いします。まずは OVA 情報です。テレビアニメシリーズのその後を描いた俺を好きなのはお前だけかよ、俺たちのゲームセット OVA 発売決定。さらに夏にはですね、先行イベントも開催決定でございます。詳細は後日発表でございますのでお楽しみに。5月16日土曜日、俺を好きなのはお前だけかよスペシャルイベント開催です。開催。出演は山下大輝さん、戸松遥さん、あちゃん、白石遥さん、白石呼んだことないし、私三田幸子、さっちゃん、お、呼ばれたことない。内田優馬さん、タソでしょ、タソって言われてるでしょ、気持ち悪いな、なんかタソ、三上しおりさん、三上、三上富山奈緒さん、奈緒ちゃん、奈緒ちゃん、斉藤さん、朱夏秋ね、佐伯よりさん、佐伯き、俺会ったことない。ただいまチケット一般販売中でございます、はい、まだチケットをお買い求めいただいていない方は忘れなく、はい、詳細は公式ホームページをご覧ください。はい、結構なメンツなの、これもうみんな発表されたんだっけね、らしい、最近すごいね、あの発表されたらしいんですけど、はい、私も知らないぐらいこんなに人来てくれるんだと思って、すごいね、もう本当に俺好きに関わったほぼほぼ全員が出てる、鷲崎さん以外全員が出てるっていう、はい、ショック、もう出てくれよ。新情報お待ちしております、まあまあ、ラジオ班だからラジオ班で、ね、ブルーレイ&DVD 情報です、はい、俺好きのブルーレイ&DVD 第4巻が3月25日水曜日に発売決定でございます、はい、完全生産限定版にはアニメ半径を使用した書き下ろしジャケット、原作ラクダ先生書き下ろし小説に加え、サザンカの歌をキャラクターソング CD など、豪華特典となっております。詳細は公式ホームページをご確認ください。パパパが先に歌っている。
津軽弁とパパパに歌われて私3人目のヒロインなのにまだ歌ってないんですけど大丈夫ですか？あれ満を持してなんかあるんじゃないですか？なんかそういうことにしましょう。16分ぐらいのそう対策長いわ。やりづらい。ママミヤママミヤみたいなママミヤママ。確かにそれぐらいの感じはありますね。コスモスさんね、精神の不安定さはそれぐらいありますね。魔王歌います。魔王お父さんお父さんほらここに日本語版の魔王だ。野生の馬野生の馬が筋肉の躍動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 それやりますやらないかもしれないから言えないですね。はい、そんな、サザンカが先歌ってますけれども、4巻はサザンカがちゃんと歌ってますので皆さんぜひお聞きください。よろしくお願いします。コスモスのキャラ様今後に期待、はい、オープニング主題歌情報です。斉藤鹿さんが歌うオープニング主題歌パパパパパパ中ぜひお聞きください。はい、原作情報です、はい、電撃文庫の原作小説第13巻コミックス第4巻が絶賛発売中、うん、アニメだけではなく原作コミックスの方もよろしくお願いします。以上生徒会からのお知らせでした。俺たちを好きなのはお前だけかよ。エンディングになってしまいましたよ。はい、番組では皆さんからのメールを大募集しております、はい、各コーナーでのメールはもちろん私たちへの質問など普通歌も大歓迎です、はいはい、音声の番組ホームページにある投稿フォームから送ってください。ツイッターはハッシュタグシャープオレリスをつけてツイートしてください。エゴします、はい、なんかやっぱあれだね、うん、月一だと本当にブレるね我々、うん、ブレる。なんかもうその前回がどうだったを、うん、その踏襲してみたいなやつ一つもないね。一つも覚えてないもんそうなんだよ、うん、でしかもいつもはラクダ先生が来てるから、うん、そのさすがにねラクダ先生もいらっしゃってるし、うん、わざわざ来なくていいのにって言うと失礼だけど、うん、その別にギャランティーが出たりとか、うん、監修のそのあれがないのにもかかわらず、うん、来てくれてらっしゃるから善意で本当来てくれてるだけなんですよね。そうなんでラクダ先生が見てるからできるだけ外れないようにって思いがあったんだけど、ありました。ストッパーがなくなったねもうね、うん、確かにね。あいやラクダ先生いる時も聞いてる方は別に違いがないのかな。違いないと思いますこれは私たちがただちょっと不安なだけ。そうかそうか、やっぱラクダさんがいると落ち着きますね、うん、そうだね、うん、あだって何でも聞けば情報知ってんだもん一番。そうなのメーカー担当よりそりゃ知ってるっていうなんかその原作情報も知ってるしというかさ今まででさ、うん、一番少数じゃない今日。うん、なんかスタッフ的にも、うん、人全然いないです。人全然いないね、うん、これの情報正しいのかって心配になりながら読んでます心配になった時いつもラクダさんに聞けばあそうこの情報はまだ公開してませんとか。そうすごい詳しく知ってらっしゃるからキャメルウィズダムでねもう本当に助かったのに本当いないと困っちゃう。キャメペディアでさ、うん、キャメペディアがね全部書いてあるから全部書いてあるキャストさん情報いつ出ましたとか、うんうんうん、あのなんかフィギュアとか関連グッズってあ、うん、監修したんで知ってますよって教えてくれるはずなのに誰もいねえからなんだろう今日はどうしたって忙しいのかね。忙しいこの時期は忙しいですよ。この時期は忙しいのか、うんということで、はい申し上げちゃいますよ、はい、いいのね、それではまた来月お会いしましょう。お相手は早崎武史と早崎武史さしかでした。バイバイ、バイバイ。この番組はオレスキ制作委員会がお送りしました。